はい、ディフェンスがソフトでした。千葉さんのペイントの得点、ここはあまりにも簡単にやられすぎてしまったというところが非常に大きな反省点で、逆に僕たちがフィニッシュできない、というところで、そこの部分、は修正しながら、今日3クォーターで、ビッグクォーター作られてしまったので、40分間、しっかりつないで、ゲームを作れるようにしないと、やっぱり少しでもそういうソフトな部分を出してしまうと一気に、持っていかれるので、そういう内容になってしまったことも非常に悔しいですし、明日もう一回、チャレンジしたいと思います。以上です。質問のある方いらっしゃいますか？はい、なんですかね。わかんないです。こう難しいですね。なんか本当に、まあ、オフェンスから崩れた部分と、ただディフェンスでも本当にもうすごく低レベルなミスをしてしまうので、まあ、そこを削らない限りは。勝負に持っていけない。逆にそれをちゃんと削れれば勝負に持っていけるっていうのは分かっているので、そこをしっかり修正っていうよりかはできている時間帯はあるので、まあ、そこをなくせるかっていう勝負なのかなと思っています。はい、もう僕たちのコンセプトがもうしっかり穴になってしまってる部分、徹底できない部分っていうところですかね。そうですね、まあ、ムニ選手が今日ペイントの中でかなり点を取ったと思うんですけど、まあ、そもそも僕たちのポジショニングが徹底できないとか、もう本当ベーシックな部分だと思ってます。はい、ありがとうございます。他に質問のある方いらっしゃいますか？以上で会見終わりにします。失礼します。梶本さん、ありますか？1点だけ、ムーニー選手のところはスカウティングのところでも研究されて対策していたのか、あるいはそこがもう一つ選手間の間でうまく徹底できなかったのか、そのあたりはいかがですか？ムーニー選手のところは特にそんなに大きなポイントには置いてなかったです。はい、ただそもそもスカウティング自体に重きを置いてないので、だから嫌なんですよね、こういう、まあ、ボールとペイントを守るっていうのがそもそものコンセプトである中で、ペイントがぽっかり空いてしまうっていう、いろんなことをスカウティングしすぎてああだこうだ言い出すと僕たち若いチームでできないので、それぞれのベースな部分で、どれだけ、ディフェンスを作っていけるかっていうところが徹底できてないっていうところなのかなと思ってます。はい、まあ、じゃあ、まあ、逆に今そこを徹底していけば3交代以外のような展開ができるということですね、と僕は信じてます。はい、わかりました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。以上で会見を終わりします。ありがとうございました。ありがとうございました。